ラッセル・マーティン、ラッセル・ネーサン・コルトレーン・ジャンソン・マーティン・ジュニア、ラッセル・ネーザン・コルトレーン・ジーンソン・マーティン・ジュニア、1983年2月15日台は、カナダ・オンタリオ州、イースト・ヨーク出身のプロ野球選手、保守。右投げ右打ち。MLB のトロント・ブルージェイズに所属。性は、マーティンと表記されることもある。相性はマッスル。オンタリオ州、 イーストヨークで1983年、アフリカ系カナダ人の父とフランス系カナダ人の母の間に誕生。父はサクソフォーン奏者で、ミドルネームのコルトレーンは、ジョン・コルトレーンに帰する。マーティンがまだ幼少の頃に両親が別居状態となり、マーティンは父と暮らすことになる。マーティンは何度も移住を経験、8歳から10歳までは、フランスのパリにも住んでいた。 両親の離婚が成立した後は、ケベック州モントリオールに落ち着く。15歳までは、アイスホッケーもプレーしていたが、ポリバランとエドアールイコールモンプティ高校を入学後は、野球で頭角を表しし、アメリカ合衆国フロリダ州の絵、小学生として進学。野球部ではサンルイッシュとしてプレーしていた。の、MLB ドラフトで、ロサンゼルスドジャースから17順目。 全体511位指名され、6月13日に契約、ルーキー級、ガルフコーストリーグドジャースで41試合に出場し、打率、286.10打点、7盗塁だった。は、A 級サウスジョージアウェイブスで、プレー後、ルーキー級、オグデンラプターズでプレー。A 級サウスジョージアでは三塁のほか、外野手として、計25試合でプレーしたが、 ルーキー級オグデンでは、大学時代に18試合から20試合は経験したという保守へ転向し、52試合に出場。打率、271.6本塁打、36打点、3盗塁だった。y ー級ベロビーチドジャースで122試合に出場し、打率、250.15本塁打、64打点、9盗塁だった。 オフの11月23日に、ドジャースとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2は、A 級ジャクソンビルサンズで129試合に出場し、打率、311.9本塁が、61打点、15盗塁と好成績を残した。6月にはチームが所属する、サザンリーグのオールスターに選出され、さらにチームの同リーグ優勝にも貢献。 若手有望株として育ったが、ドジャースは一歳年下のディオナーナバーロの方に期待をかけており、ナバーロは翌年サンディアロマージュニアか指導を受けるなど、英才教育を施されていた。2月20日にドジャースと一年契約に合意、第1回ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に招集されていたが、開幕保守の座をナバーロやアロマーと争うことになるなど、 大事な時期であったため辞退した。4月1日に、トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズへ配属され、開幕を迎えた。5月5日に、ナバーロが故障したためメジャーに昇格し、同日のミルウォーキーブルワーズ戦で、メジャーデビュー。8番、手として先発起用され、4打数にアンダ2打点と活躍。その後ナバーロは、故障から復帰する前に、 6月27日にトレードでタンパベイデビルレイズへ移籍。このトレードで新たに加入した同じ保守のトビーホールに対してもマーティンがポジションを譲ることはなくシーズン終了まで確保した。この年は121試合に出場し打率282.10本塁が65打点10盗塁だった。マーティンが先発した試合でドジャースは勝率。 623を記録し、新人保守史上3人目の10本類が10盗塁を記録。シーズン終了後、マーティンは新人王投票で9位に入った。3月3日にドジャースと1年契約に合意、開幕ロースター入りし、前半戦85試合で打率。306.11本類が60打点、16盗塁と活躍。月には、 オールスターのファン投票では、メジャー2年目ながら、保守部門最多得票となり、カナダ人保守としては、初のオールスター選出を果たした。この年は151試合に出場し、打率、293.19本類が、87打点、21盗塁を記録、のイバン・ロドリゲスしか達成していない、保守の20本類が、20盗塁、に、あと一歩まで迫った。盗塁数は、 ジョニー・ローズボロが保持していた保守の投塁数球団記録を45年ぶりに更新している。オフの11月6日にゴールドグラブ賞を受賞し、11月9日にはシルバースラッガー賞を受賞した。2月28日にドジャースと50万ドルの1年契約に合意、前半戦93試合で打率、294.10本塁が45打点。 10盗塁と結果を残し、7月に2年連続でオールスターに選出された。この年は155試合に出場し、打率280.13本塁打、69打減、18盗塁だった。1月20日にドジャースと390万ドルの1年契約に合意、2月には第2回 WBC のカナダ代表に招集され、 人体を痛めているにもかかわらず出場を決めた。地元カナダのロジャースセンターで開催された第1ラウンドで2番、星として先発出場したが初戦から2連敗して敗退した。シーズン開幕後は打撃不振に陥り、監督の上通りに実力通りの打撃ができないことで、マーティンは精神的に参っていると2試合連続で先発から外されることもあった。 この年は143試合に出場し、打率250.7本類が53打点、11、盗塁だった。1月19日に、ドジャースと505万ドルの1年契約に合意、開幕後は打撃低迷が続き、前半戦終了時点での成績は81試合で、打率244.5本類が22打点、 アップス679チーム首脳はマーティン不振の原因を遊びすぎにあるとみなしているようでシーズン終了後の契約延長を拒否する可能性も取り沙汰されるようになった後半戦も調子が上向かないまま8月3日のパドレス戦で走者として本塁へ滑り込んだ際に臀部をあだっきし8月4日に15日間の故障者リスト入りした 9月7日に60日間の故障者リスト入りへ移動し、そのままシーズンを終えた。オフの契約公開でドジャースは420万ドル、出来高150万ドルの1年契約を提示したが、マーティンは500万ドルプラス100万ドルを要求。この要求をドジャースが拒否したため交渉は決立し、12月2日にノンテンダー FA となった。2010年12月16日に、 ヤンキースと200万ドルの1年契約を結んだ。背番号は、松井秀喜が2009年まで7年間つけていた、55? となった。は前年まで正捕手だったホルヘポサダが一塁手へ転向したため、開幕から正捕手として起用された。8月25日のオークランドアスレチックス戦では、メジャー史上初の1球団による1試合3、満塁本塁打を記録。 両チーム合わせて3万塁本塁打は1986年1987年に一度ずつ記録している。内訳は5回裏にロビンソンカの6回裏にマーティン、8回裏にカーティス・グランダーソン。試合は22から9でヤンキースの勝利。この年は125試合に出場し、18本塁打65、打点8盗塁、打率。 237だった。1月24日にヤンキースと750万ドルの1年契約に合意。スプリングトレーニング中にはブライアン・キャッシュマン GM から総額2000万ドルの3年契約を提示されたが受け入れなかった。この年は133試合に出場し、打率211.21本類が53打点6盗塁だった。オフの10月29日に FA となった。2012年11月30日に、ピッツバーグパイレーツと1700万ドルの2年契約、契約金200万ドルを結んだ。は前年オフに、聖保守のロットバラハスが対談したため、開幕から聖保守として起用された。この年は127試合に出場し、打率226.15本類が55打点9盗塁だった。 は前年ヤンキースで、聖保守を務めたクリス・スチュワートが加入したが、スチュワートが故障で開幕前に離脱したため、この年も聖保守として起用された。4月20日のミルウォーキーブルワーズ戦で、3回にブルワーズのカルロス・ゴメスが、中堅方向へ大飛球を放ち、ゴメスは本塁だと確信し、ゆっくりと走っていたが打球はフェンスに直撃。ゴメスは三塁へ進んだが、 パイレーツの選手からヤジが飛び乱闘騒ぎに発展。乱闘騒ぎに参加したとして4月23日にマーティンは MLB 機構から1試合の出場停止処分を受けたが処分に不服として異議申し立てを行った。4月26日に左ハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りした。5月9日に処分は変わらず1試合の 出場停止処分となった。5月22日に故障者リストから復帰したが、出場停止のため5月23日のワシントン・ナショナルズ戦から出場となった。スチュワートの復帰後も、正保守のポジションを確保し、この年は111試合に出場し、11本塁打67、打点4投塁打率290だった。オフの10月30日に FA となった。 パイレーツは1530万ドルのクオリファイングオファーを提示したが11月10日に拒否した。2014年11月18日にトロントブルージェイズと総額8200万ドルの5年契約を結んだは。は前年比18となる129試合に出場し2年ぶりに規定打席に到達した。打率を050も下げて240となった 三振も100を超えたが、自己最多の23本塁打、同2位の77打点を記録した。また、4年ぶりとなるオールスターのメンバーにも選出されている。は、ここ7シーズンでは、最多となる137試合に出場し、2年連続で規定打席に到達。打率は、231と低く、148三振と、荒さが目立ったが、20本塁打。 74打点をマークした。オフの12月5日に第4回 WBC のカナダ代表に選出されたが、最終発表で代表から外された。7月30日のエンゼルス戦で、通算1500試合出場を果たした。8月11日のパイレーツ戦で負傷して、途中退場し、MRI 検査を受けた結果、故障者リストに登録された。 その影響で91試合の出場に止まった。メジャーリーグの手としては小柄だが、マーティンは特に守備面で内外から高い評価を受けている。投手の長所を存分に発揮させるタイプの配球で、デレクローによれば、ベテランの投手は首を振っても、頑固に同じサインを出し続けたりすることもあるという。また、目が悪く、コンタクトレンズを使用している、斎藤隆のために、 色のついたテープを指に巻いて、サインを見やすくするなど、細やかな気配りも忘れない。こうしたことから、ドジャースのチームメイトはリード、そして、責任感の強さに信頼を置いていた。補給もミッドがぶれず、黒田博樹は、すごく、うまいと語っている。トールイソシリ率もデビューからの5年間で31.5%と、悪くはない。これらの総合力の高さから、 相手球団も、マーティンを高く評価してを、2007年に、ベースボールアメリカが行った、ナショナルリーグ各球団監督へのアンケートでは、マーティンは2年目にして、最も守備の良い,い保守部門で1位となった。ただ、送球が不安定という欠点もある。2010年までの5年間で保守として記録した48失策のうち44失策が送球エラーで、 特に2007年に記録した14失策はすべてがそれだった。英語とフランス語のバイインガルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。